フローラ役のエム・クシェシンスカヤとキューピット役の V ・イ、トレフィロは、フローラの目覚めは、ディッカルド、ドリゴ作曲、マリウス・プティパ振付の陽気なアナクレオン風の一幕物のバレエ。台本を書いたのは、マリウス・プティパとレフ・イワノフである。このバレエは、クセニア・アレクサンドロブナ大公女と、アレクサンドル・ミハイロビッチ大公の結婚祝賀展のために作られた。 初演は1894年7月28日で、ロシアのサンクトペテルブルクにあるペテルホフの劇場で、提出バレエ団が宮廷のために上演した。主な出演者は以下の通りである。次に、一般観客向けの初演が、提出マリーンスキー劇場において、同じキャストで1895年1月8日に行われた。この公演は、 火けどから回復したものの引退せざるを得なかった、アンナ・ヨハンソンの引退講演として行われた。フローラ役のエーパブロワ・アントレ・バリエーション・フローラの、バリエーション・コーダ・アントレ・グラン・アダージョ・コールド・バレエの、ための踊りゼ・フィールのバリエーション・フローラの、バリエーション・グラン・ワルツ・コーダ。ありがとうございます。